はい、2グループは西側の、あのお掃除をする思います。で、像15位、中甚兵衛王妃っていうふうに書かれてるんです。で、このいろいろ考え合わせた上で、ちょうど今の橿原市のね、引留というところから安藤というところですけれどもね、そこから、堺市の方に、付け替えれば、こちらの方の、洪水が防げると、いうようなことで、幕府に訴えましてね。で、使っていただければ助かりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。家内の方がその、ワープロにしたことが3年ほど前にありまして、で、川中邸という思いもございまして参加させていただいて本当に良かったです。ありがとうございました。ありがとうございました。いただきたいなと思っていたんですが、たまたま今回こういう機会がありましたので参加させていただいて、いい汗をかかせていただきました。ありがとうございました。またお会いに立てればよろしくお願いします。お疲れ様でした。はい、それもできなかったんですよね。それを今日は、まあ、あの先輩に教えられながらごそごそとやらせてもらいました。楽しかったです。はい、どうもお疲れ様でした。29日に市の方が緑対策課の方が募集していただけるボランティアがまたあのこちらでありますので、あのお伝えしておりますので、また案内なんかを見ていただいて、聖大寺にも乗りますので、いただけたも12月10日にあのこちらの方でちょっとあのイベントしたいと思います。歴史のお話とか、あと落語とか、あの子供さん、お孫さんとかお子様を連れしていただいて、あのこちらであのさっきの樫の実を拾っていただいて、またそれとあのこういう松ぼっくりを使って、あのとか木の実を使ってちょっと工作をしたり、最終的に全員で焼き芋をしようと思っております。落ち葉を集めて、そういうことも考えておりますので、またよろしければご参加いただけたらありがたいと思います。今日はどうもありがとうございました。お疲れ様でした。まあ、町づくりの関係でずっとやってましたので、そうですそうです。ほんでこのこともね、あの千葉さん今日も聞いてありますけども、あの